広中平介ヘ4月9日隊は、日本の数学者、ハーバード大学名誉教授、京都大学数理解析研究所元所長、山口大学元学長、日本人で2人目のフィールズ賞受賞者である。専門は、大数期科学で、フィールズ賞受賞対象の研究は、表数例の体上の大数多様体の特異点の、 解消及び解析多様体の得意点の解消。日本学士院会委員。山口県久賀郡有町生まれ。両親は再婚同士で15人兄弟の7番目として生まれた。父は大手の御福商や織物工場を営み、戦前はかなり裕福な家庭で育った。1944年に旧姓や内中学校に入学。しかし、 中学2年からは航海軍交渉での兵器製造に学徒動員され、学業は停止。招集された長兄と時計は戦死し、父の会社も戦後は没落。父は医療品の行商人として、平助たちを育てた。京都大学理学部に進学。1957年からは、ハーバード大学に3年間留学し、特異点解消の研究に打ち込む。 在籍中の1959年には、半年間、パリの高等科学研究所の客員研究員に。1962年、ブランダイス大学の講師の職を得て、各種の多様大乗の特異点の解消に関する研究に打ち込む。1962年、自宅で構想中に得たひらめきをもとに定理を構築し、1964年に論文を発表。 この研究が認められ、1970年にフィールズ賞を受賞した。1964年、コロンビア大学の教授に招聘される。1968年からはハーバード大学教授。1975年、昭和生まれでは初の文化勲章を受賞。同年から京都大学教授も兼任。妻は元参議院議員で環境庁長官を務めた。 広中和歌子。娘の広中エリコも数学者で、フロリダ州立大学教授。ありがとうございます。